今回は Apple TV のリモコンシリリモート第2世代の使い方についてご紹介します。2021年5月に新しい Apple TV4K 第2世代が発売されました。Apple TV4K 第2世代には新しいリモコンであるシリリモート第2世代が同梱されています。シリリモート第2世代では新しく タッチ対応クリックパッドを搭載し、クリック、スワイプ、回転の3つの操作に対応しています。そこで今回は新しくなったシリリモート第2世代の操作方法について徹底解説していきます。シリリモート第2世代にすでに買い替えた方や、これから買い替える予定の方もぜひ参考にしてみてください。<music> まずは、 シリリモート第2世代の基本操作について見ていきます。一つ目の基本操作はクリックです。シリリモート第2世代では、リモコンのクリックパッドの上、下、左、右のボタンをクリックすることで、Apple TV の画面内を移動することができます。これによって、ホーム画面のアプリや設定メニューの項目などを1クリックで1つ分移動することができます。 このようにシリリモート第二世代の基本操作の一つにクリックがあります。二つ目の基本操作はスワイプです。シリリモート第二世代ではリモコンのクリックパッドを左から右、右から左、上から下、下から上へスワイプすることで Apple TV の画面内を移動することができます。これによってホーム画面のアプリや 設定メニューの項目などをスワイプの勢いに合わせて移動することができます。そのため、クリック操作よりもより広範囲で移動したいときに利用しましょう。このように、シリリモート第2世代の基本操作の一つにスワイプがあります。三つ目の基本操作は、決定、戻るです。シリリモート第2世代では、リモコンのクリックパッドの中央のボタンをクリックすることで、決定の動作になります。 これによってアプリを開いたり項目を選択することができます。またリモコンの左矢印マークの戻るボタンをクリックすると戻るの動作になります。これによって前の画面に戻りたい時や何かをキャンセルしたい時などに使うことができます。このようにシリリモート第2世代の基本操作の一つに決定、戻るがあります。4つ目の基本操作は 電源オン・オフです。シリリモート第2世代では、リモコンの電源ボタンを押すことで、テレビと Apple TV の電源をオン・オフすることができます。電源をオンにする場合は、電源ボタンを1回押し、電源をオフにする場合は、電源ボタンを長押しします。このように、シリリモート第2世代の基本操作の一つに、電源オン・オフがあります。5つ目の基本操作は、 音量、ミュートです。シリリモート第二世代では、リモコンの音量ボタンを押すことで、テレビ、スピーカー、イヤホンなどの音量を上げ下げすることができます。また、リモコンのミュートボタンを押すことで、テレビ、スピーカー、イヤホンなどの音量をゼロにすることができます。このように、シリリモート第二世代の基本操作の一つに、音量、ミュートがあります。6つ目の基本操作は、シリです。 シリリモート第二世代では、側面にあるシリボタンを押しながら話すことで、シリの機能を使うことができます。このように、シリリモート第二世代の基本操作の一つにシリがあります。以上が基本操作になります。続いては、動画再生の操作について見ていきます。一つ目の動画再生の操作は、再生一時停止です。シリリモート第二世代では、 動画の再生中にリモコンのクリックパッドの中央のボタンをクリックすることで再生一時停止の操作になります。また、リモコンの再生一時停止ボタンを押しても同様に再生一時停止の動作になります。再生中にボタンを一回押すと一時停止にもう一度ボタンを押すと再び再生になります。 このように、シリリモート第2世代の動画再生の操作の一つに、再生一時停止があります。二つ目の動画再生の操作は、10秒進む、戻るです。シリリモート第2世代では、動画の再生中に、リモコンのクリックパッドの右のボタンをクリックすることで、10秒進むの動作に、左のボタンをクリックすることで、10秒戻るの動作になります。これによって、動画の再生位置を少しだけ進めたり、 戻したりできます。このように、シリリモート第2世代の動画再生の操作の一つに、10秒進むモるルがあります。3つ目の動画再生の操作は、早送り、巻き戻しです。シリリモート第2世代では、動画の再生中に、クリックパッドの右のボタンを長押しすることで、早送りの動作に、左のボタンを長押しすることで、巻き戻しの動作になります。また、 早送りの最中に再びリモコンの右ボタンをクリックすると2倍、3倍速に、さらにもう一度クリックすると4倍速になります。これは巻き戻しにおいても同様で、巻き戻しの最中に左のボタンを追加でクリックすると2倍、3倍、4倍速に切り替えることができます。このようにシリリモート第2世代の動画再生の操作の一つに早送り、巻き戻しがあります。 4つ目の動画再生の操作は、シーク、スワイプです。シリリモート第2世代では、動画の再生中に再生を一時停止してから、リモコンのクリックパッドを左から右、または右から左へスワイプすることで、シークの動作になります。リモコンのクリックパッドを左から右へスワイプすれば先へ進み、右から左へスワイプすれば前に戻ります。このシークの操作を使うことで、 動画を好きな再生位置まで一気に移動してみることができるので便利です。シーク操作で再生したい位置が決まったら、リモコンの決定ボタン、または再生一時停止ボタンを押して再生します。このように、シリリモート第二世代の動画再生の操作の一つに、シーク、カスワイプがあります。五つ目の動画再生の操作は、シーク、カッ回転です。シリリモート第二世代では、 動画の再生中に再生を一時停止してからリモコンのクリックパッドのリングの上を回転させるようになぞることでシークの操作になります。リモコンのクリックパッドを右回転すれば先へ進み、左回転すれば前に戻ります。また、この回転の操作を使うことでスワイプ操作を使ったシークよりもさらに細かい範囲で指定ができます。 このようにシリリモート第2世代の動画再生の操作の一つにシーク、カッ回転があります。6つ目の動画再生の操作は字幕、音声の切り替えです。シリリモート第2世代では動画の再生中にリモコンのクリックパッドの下ボタンをクリックまたは上から下へスワイプすることで情報パネルが表示されます。情報パネルが表示された状態で 字幕の項目を選択すると対応する字幕の言語に切り替えることができます。また、情報パネルが表示された状態でオーディオの項目を選択すると対応する音声の言語に切り替えることができます。このようにシリリモート第2世代の動画再生の操作の一つに字幕、音声の切り替えがあります。以上が動画再生の操作になります。続いては、 音楽再生の操作について見ていきます。一つ目の音楽再生の操作は、再生一時停止です。シリリモート第二世代では、音楽の再生中に、リモコンの再生一時停止ボタンをクリックすることで、音楽の再生と一時停止ができます。このように、シリリモート第二世代の音楽再生の操作の一つに、再生一時停止があります。 二つ目の音楽再生の操作は次の曲、前の曲です。シリリモート第二世代では音楽の再生中にクリックパッドの右のボタンをクリックすることで次の曲に左のボタンをクリックすることで前の曲へスキップする動作になります。このようにシリリモート第二世代の音楽再生の操作の一つに次の曲、前の曲があります。三つ目の音楽再生の操作は早送り、 巻き戻しです。シリリモート第二世代では、音楽の再生中に、クリックパッドの右のボタンを長押しすることで、早送りの動作に、左のボタンを長押しすることで、巻き戻しの動作になります。このように、シリリモート第二世代の音楽再生の操作の一つに、早送り、巻き戻しがあります。四つ目の音楽再生の操作は、歌詞で移動です。シリリモート第二世代では、 音楽の再生中にクリックパッドを上下にスワイプすることで歌詞の位置を移動することができます。これによって歌詞の好きな位置から楽曲を再生することができます。このようにシリリモート第二世代の音楽再生の操作の一つに歌詞で移動があります。以上が音楽再生の操作になります。続いてはシリリモート第二世代の応用操作について見ていきます。 一つ目の応用操作はアプリの移動削除です。シリリモート第二世代ではホーム画面でリモコンのクリックパッドの決定ボタンを長押しすることでアプリの移動ができます。リモコンの決定ボタンを長押しするとアプリのアイコンが揺れ出すのでこの状態でリモコンの上下左右のボタンを押して移動させます。またアプリとアプリを重ねるとフォルダを作ることもできます。 アプリの移動が終わったら、リモコンの決定ボタンを押して完了します。これによって、ホーム画面のアプリを好きな位置へ移動させることができます。さらに、リモコンの決定ボタンを長押しして、アプリが揺れている最中に、リモコンの再生一時停止ボタンを押すと、アプリの削除ができます。アプリを削除するには、削除の項目を選択し、削除しますかと尋ねられたら、 もう一度削除を選択します。これでアプリの削除が完了します。このようにシリリモート第二世代の応用操作の一つにアプリの移動削除があります。二つ目の応用操作はコントロールセンターです。シリリモート第二世代ではリモコンのテレビアイコンの DB ボタンを長押しすることでコントロールセンターを表示することができます。 Apple TV のコントロールセンターではアカウントの切り替え、再生中のコンテンツの表示、音声出力の変更、検索などの機能を利用できます。Apple TV の音声出力を AirPods や HomePod などに変更したい場合はコントロールセンターから30丸のアイコンのオーディオコントロールを選択します。オーディオコントロールを開くと利用可能なオーディオデバイスが表示されるので選択して 音声出力を切り替えましょう。このように、シリリモート第2世代の応用操作の一つに、コントロールセンターがあります。3つ目の応用操作は、マルチタスク、アプリの終了です。シリリモート第2世代では、リモコンのテレビアイコンの TV ボタンをダブルクリックすることで、マルチタスクの画面を表示することができます。マルチタスクの画面では、 これまでに開いたアプリの一覧が表示され、アプリの画面に合わせて選択することで切り替えることができます。また、アプリの画面に合わせた状態で、リモコンのクリックパッドを下から上へスワイプすると、アプリを終了することができます。もしもアプリの動作が不安定になった場合などは、アプリの終了を試してみましょう。このように、シリリモート第二世代の応用操作の一つに、コントロールセンターがあります。 以上が Apple TV のリモコンの使い方になります。今回は Apple TV のリモコンの使い方についてご紹介しました。このようにシリリモート第2世代はボタンを押し込むクリックとタッチするスワイプ、そしてリングをくるくるとなぞる回転の3つの操作に対応している次世代のリモコンとなっています。まずは基本操作であるクリック、スワイプによる移動、 決定、戻る、電源、オン、オフ、音量、ミュート、Siri の操作をマスターしましょう。動画の再生中は、再生、一時停止、10秒進む、戻る、早送り、巻き戻し、飼育操作、そして、字幕、音声の切り替えができるので、うまく活用しましょう。音楽の再生中は、再生、一時停止、次の曲、前の曲、早送り、 巻き戻し、歌詞で再生位置を移動、などの操作ができます。また、応用操作として、アプリの移動削除、コントロールセンター、マルチタスク、アプリの終了なども利用できるので、ぜひ活用しましょう。皆さんも、シリリモート第二世代を使って、快適に Apple TV を使ってみてはいかがでしょうか